どうも、嫁ランドです。今日はですね、ちょっとあいにくの雨なんですけれども、私今平塚に来ております。家族で来ているんですけれども、今日はパパもお休みの日ということで、車で連れてきていただきました。なんとなんと平塚の私の大好きなお店に到着いたしました。こちらでございます。あ、チビランドちゃんいるんですけれども、こちらアーギューさんです。いつもウェブで購入させていただいたりしてるんですけれども、この T シャツだったり、こちらのジーパンだったり、本当によく動画撮影でも着用させていただいてるんですが、今日はいつもショップがオープンしているわけではなくて、何ヶ月かに1回ショップがオープンするんですが、今日はオープンの日ということでお買い物をしに来ました。ちびランドちゃんとよく来てたんですけど、ベビーを産んでからなかなか来られないなと思ってたんですが、ベビーを出産して2ヶ月半やっと来られることになりました。今日は楽しみにお買い物させていただきたいと思います。そんな Vlog です。ちょっとお店を撮影しますね。許可をいただいてますので、チャンネル登録よろしくやっといて。はい、もうすでに並んでらっしゃる方がいるんですけれども、素敵なお店。こんな感じで古民家がお店になっているんですね。こんな感じのお店です。オープンまで待ちます。もうすぐ11時にお店がオープンするので、あと数分で行きます。あ、今日は髪の毛くるんってしておしゃれしたんだよね。あ、もうすぐ開く。あ、開くかも、楽しみ。なんていうのこれ、縁側っていうのかな、こんなのがあったりして、すごい素敵なお店なんですよ。オープンした、オープンしました。お店がどこ、お店オープンです。ちょっと撮ってますもん。お邪魔します。わー、かわいい。わ、すごいいい香りするね。あ、今私が着用しているデニムがこちらですね。かわいいの。そして私が着用している T シャツがこちらですね。うん、どうした？お腹空いた。もうちょっとだけ待って、まだだって11時だよ。このね、デニムすごい可愛いんですよ。今着てる T シャツ。ではちょっとお買い物をさせていただきたいと思います。あ、お目当てのスカートがある。今日はね、このこちらのスカートを見に来ました。可愛いよね。いや、可愛い。そう、チビランドちゃんと似たギンガムチェック、これとあとパンツを見に来たんです。そしてこちらのカーゴパンツ、これもお目当てで今日見に来ました。後で試着したいと思います。あとはこのタンクトップね、何枚あってもいいタンクトップ、これも。あとでもこの T シャツも使えそうだなと思ってます。かわいい。これも前開きで授乳しやすそう。かわいい。でもママこっちのチェックのシャツの色の方がいいんだ。このワンピースも超かわいい。着てみました。かわいい。かわいいよね、このチェックの、うん、同じぐらい。このチェックのこの色味がたまらん。そしてちょっとタンクトップを着てみたんですけど、私腕が非常にちょっと太くて申し訳ないんですが腕太なんですが、
かわいい。あなたやめなさいって言わないで。ちょっと肩から足が出てるみたいなぐらい太いんですけど、かわいいです。このなんとまあ涼しい。これ1個目。そして続きまして、カーゴパンツ、かわいすぎる。このカーゴパンツ、ちょっとヨロヨロしちゃった。すごい、この生地がとろろんとしててめちゃくちゃ気持ちいい。かわいい。おっとっとしたね。かわいい。なんか黒でもいいな。このなんか産後のこのお腹ブヨブヨした感じも全部隠してくれる。最高ですな。涼しい。腕の太い私でもなんと絶妙なことでしょう。このタンクトップのこの幅いい。すごい計算されてる。これなら恥ずかしくないかも。いい、涼しい。タンクトップ苦手だったけどこれならいけるかも。はい、そして最後ワンピース、かわいい。やばいね、この絶妙な。そして脇がこう見えないように、このこれが施されている。ここのだが、しかしこれはちょっと授乳が難しいかもしれない。ちょっと授乳が難しいかもしれないから今悩みどころ。でもとっても素敵です。デザイナーの愛子さん、今カリスマを映しております。かわいい、やっぱりワンピース。でも授乳できないから諦める。どなたか視聴者さん、素敵な方購入してください。めっちゃかわいい。見てるだけで癒されるぐらい素敵なワンピース。そしてなぜかひょっとこひょっとこいる。私去年も平塚の七夕の時来て、はい、そうだ。そしてカゴバッグがめっちゃかわいい。これ多分店舗で販売されてます。あとおすすめは、実はアクセサリーも本当可愛くて店舗のみの販売なんですけど、そんなにびっくりするぐらい高いみたいなわけではなく、でも本当に素敵につけられる。バングルとかも超可愛いし、夏って結構腕とか開いてたり、胸のところとかもタートルとか着るわけじゃないから、髪の毛もくくったりとかするから、ちょっとアクセサリーつけてるとやっぱり、シンプルな T シャツとかにアクセサリーつけてると素敵ですよね。かわいい。なんか欲しくなっちゃったな。ちょっとパパとチビランドちゃん着てますけど、このネックレスとかもアーギューさんで買ったもので、この細い指輪たち、これもアーギューさんで買いました。こんなにたくさんつけてて、もう何もなんていうの、石とかついてないから、赤ちゃんのお世話にも全く支障ないし、それでもなんかさりげなくこうついてるっていうのが、こうテンションが上がる、自分的に。すごいおすすめです。あんまり大きい指輪だとね、赤ちゃんのお世話するときに難しくなっちゃうんですけど、アクセサリーとってもおすすめです。念願のお買い物をしました。ドドドン。また後で何を購入したかはご紹介したいと思います。そしてチビランドちゃんがお腹が減ったということですので、すぐさま移動して腹ごしらえをしたいと思います。というわけで最後にもう一度デザイナーの愛子さんを紹介したいと思います。本日はありがとうございます。いつもありがとうございます。アンギューさん、概要欄に貼り付けておきますので、ぜひ皆さん、ちょっと覗いてください。チビランドちゃん。
では移動いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。何よ何よ、移動するわよ。あなたお腹減ったんでしょ。チャンネル登録よろしくやっといて。はい、都内へ移動してまいりました。私これから、美容室でございます。前回行こうと思ってた時にですね、咽頭炎になって体調を崩してしまいまして来れなくなっちゃったので、何ヶ月ぶりだ、1ヶ月半2ヶ月弱ぶりに、あ、さんこんにちは、2ヶ月弱ぶりに、美容室に参りました。なんかすごい暑いのでまたちょっとショートカットにしようかなと思って悩んでます。また切り終わったら撮ります。それでは行ってまいります。チャンネル登録よろしくやっといて。アセルラドリンク、それこそゲームのレモンガルジュなんですけど、アセルラしか飲まないですよ。ナッツヘアになりましたね、はい、久しぶりのショートでした。ありがとうございます。アセルラはい、というわけで長い長い一日が終わろうとしております。パパ連れてってくれてありがとうございました。朝から運転手さんをしてくれました。今日は朝から平塚に行き、そして、都内渋谷の方に行きまして髪をチョキチョキして、まあ、パパもチョキチョキしたんですけれども、藤原家大移動でございました。私もう毎日毎日暑くて仕方がなかったので久しぶりに、ショートボブ復活いたしました。とてもとても首の後ろが涼しくて最高でございます。こんな感じにしてもこんな感じで前髪の部分くくってもこの長さだったら可愛いでございますし、とてもとても気に入っております。前髪こうやってくくっても涼しいよってことで、ハイライトもいい感じに残ってますし、あの白髪隠しにも最適な感じでございます。ベビちゃんもチビちゃんもありがとね今日は。というわけで藤原家の休日 Vlog これにて終了でございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。帰ったら今度ね、藤原ランドで晩ご飯撮るんだって。ずっと YouTube 撮ってるうち。バイバーイ。